イグナチビス・ソモタ・ザクジェフスキは、ポーランドの貴族、政治家、美術収集家、フリーメイソン、ポーランド・リトアニア共和国時代最後のワルシャー市長、ビエルコ・ポルスカのスタルイビアウチュで生まれる。彼は、ポズナン代表として4年政務に出席し、5月3日憲法の起草者の一人となった。1791年、ザクジェフスキは、憲法の友の会を結成し、 久保ン音イやイグナチポトツキと共に新憲法による改革推進派の中心人物となった。1792年にワルシャワ市長に就任したが、一時支給派のタルゴビザ、連盟によりその座を追われた。1794年にコシチュシコの放棄とワルシャワ放棄が勃発すると市長に復帰し、マゾフシェ広告カリ評議会や最高国家評議会の議長を務めるなど、 コシチュシコ率いる政府の重要な役職をいくつも兼任した。しかし、コシチュシコがロシアに敗れ、第三次ポーランド分割が実施されて、ポーランドリトアニア共和国が消滅すると、ザクジェフスキはロシア当局に逮捕され、サンクトペテルブルクで投獄された。1796年に釈放された後、ポーランドに帰ってジェレフフの小さな領地で余生を過ごした。 1802年2月15日、同地で死去した。イグナチビッソモタザクジェフスキは、ヤンマテイコが1891年に制作した絵、絵画、1791年5月3日憲法の中に登場している。ありがとうございます。